インコース15番ホール325ヤードのパー4でございます。さあ、浜野プロ、ここはどんなホールになりますか？はい、短いミドルホールなんですけど、まあ、ティーショット両サイドバンカーあるのでしっかりフェアウェイに置いて、でグリーンも結構傾斜があるのでしっかり手前からいいところから打ちたいです、はい、さあここ中プロ、短いホールになりますよね。はい、はい、なのでなるべくここは、まあ、バーディーホールですね、取りたいところですよね、はいはい、まずは鍵になるのはティーショット、ティーショットもそうですが、うん、2打目の、うん、やっぱり距離感ですね、はいはい、アマチュアチーム、今度は誰からいきますか？はい、まあ、私います。あ、小林さんから、はいはい、もうシャンクを挽回します。シャンクを挽回します。素晴らしい。おー、ナイス。素晴らしい、うん、手前に構えて打つんですね、うん、おー、ナイスです、うん、ありがとうございます。小林さんのそのヘッドの使い方ってすごい独特ですね。内緒ですね、ちょっと一回ちょっともう一回かまってあのさっきプロが気になってたんですよ。一回だけかまってもらっていいですか？最初構えがすごいクローズで、私ボールに構えてないじゃないですか、うん、ボールの手前に、はい、それで打つ時はちゃんとスクエアになってるんですよ。いいんだよ、勘弁してくださ い、 いや中村は一回回ってますからね。そうですその時から不思議に思ったんですね。カットじゃあ真船さん、はい、じゃあ危険だわこれ。どこ行ったの？あの下に。オッケーです、オッケーです。でもあの小林さんいいとこ行ってるから。じゃあ浜野プロお願いします。はい、お願いします。じゃあはい。どんまい。OK。 いやーちょっと滑っちゃったかな。バンカーかな。バンカー越えろ。見えなかったな。いや多分間行ってないかな、うん、多分バンカー行ってないかもしれない、はいはい、かもしくはもう越えなくったバンカー。大丈夫です、中プロがついてます。すいません。ああこれもちょっと右目だけど、あ大丈夫です、ね、あ大丈夫だ、抜けてった、うん、はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございます、すいません。滑るな。滑りますよね、落とします。小林さん、もう一回ここやってもらっていいですか？え、でも本当に、あの、解明したい。これで、こう、で、打つとき、こう。こうで、こう。さあ、それでは小林さん、行きましょう。はい。残り130ヤード、何番で？9で打ちたいところですけど、はい。8で。はい。行きます。はい。ちょっと。風を読みながら、出ろ。あとは大丈夫だから。出ないか。バンカー。あの、あとは大丈夫だよ。どんまい。うん。めっちゃいいところ見せたいんだ。これも置いちゃっていいです。ここで俺が乗せたらまずいだろ。ナイス、ナイス、めっちゃいい。あとは距離、これ好きそう。 OK、 はい、ナイスです、ナイスです。大きいか、完璧でしたね。先行く？いや、私のを見てやってみてもらっていいですか、うん、さあ、これプロチームはピンチですね。ありがとうございます。ピンは見えてますけど、あー今ちょっとダフったな、いけるかと思ったけど、さあピンチ、無理でした。ピンチ、どうですか？無理でした。
どう？こう上がっちゃった。いや上がっちゃいましたちょっと。あのあそこの細いあそこの枝に当たっちゃいました。はあ。うわー。うまい。だ。うまい。うわー。あーナイスです。うん、ちょっと奥行きましたけども。いや素晴らしい。じゃあ小林さん、バーディーパット。はい、お願いします。右だな。うん、ちょっと右すぎた。おお結構あでも、結構スラしました。あれでもここだ、うん。この辺だったっけ？いやいや。近く近くぐらい。やってくれてスラしたね。真横ですか？結構曲がりましたよ ね。この辺だね。って感じですね。こ、うんね、のくらい見てもいいのかなと思います。さあでは松部さん。うわ打てないですね、ちょっとね。さあ毎週のようにバーディーを決めてきたプロチーム、 今週取りたいですね。取りたいです、はい、これを入れないと、はい、入れるかちゃんと中プロのために参考になるように、はいはい、では浜野プロのバーディーパット、はい、あ強い、ごめんなさい中プロ、ちょっとね今打ちすぎ、ラインは良かった気がするんだけど、さあプロチームこれはすごい欲丸出しでした今さあ中プロちょっとプレッシャーかかります、5いかないか、うわー持ってるちょっと緩めちゃったな、ちょっと緩んじゃいました、はあ緩んじゃったなんかすごいショック受けてすごいショック受けてすごいショックすごいショック最後誰が、まっすぐ、はい、はい、小林さんがまっすぐじゃねえと、そこがフックで、では小林さんパー、最後パーで、はい、はい、ナイスパー、ナイスです、パース、ナイスです、ナイスパーです、ありがとうございます、ナイスです、負けなしまだ分かんないです、勝ちがある、勝ちがあるかもしれないです、勝ちが大変失礼します、うん、ナイスパー、ありがとうございます、どうもありがとうございました、はい、お互い引き分けでございます。ありがとうございました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 。はい、お疲れでした。どうもありがとうございました。お疲れです。